はい、水川口駅です。ここからは代行バスになっていきます。代行バスはマイクロバスですけど、マイクロバスでも少しサイズは大きめでしょうかね。これが、1本国道になるのかな。バスも基本これ沿いにね、まあ、畳川沿いに進んでいく形になります。雪がね、上の方にちらっと見えてますけど、でもバスの運転手さんに聞いたところ、例年この辺りは12月20日ぐらいがね、雪ということで、まあ、私が想像していたよりは雪は遅いみたいですけど、まあ、それでもやっぱり今年はかなり暖冬でね、一度降った雪もすっかり溶けてしまいましたというふうに教えてくれました。それでは代行バス会津川口駅を出発です。この先は基本国道252号をまっすぐ走っていくみたいです。代行バスは会津川口駅から只見駅までおよそ30キロを50分で結びます。昔の時刻表を持っていないので、災害前に列車がこの区間を何分で結んでいたのかちょっと不明なんですけど、この代行バスはなかなかの俊足ではないでしょうかね。只見線と国道252号はだいたい並走しているのが一つポイントになります。数箇所大きく離れる場所もあるんですけど、只見線の駅がある場所が、多くがですね、国道と寄り添う場所になっているので、駅に寄り道するのにも時間がかかりません。会津川口駅の一つとなり、本名駅だけが国道を離れて、一本奥の道まで行きましたけど、それ以外はほとんどが国道沿いに停留所が設けられていました。その本名駅を出て間もなく本名ダムがあります。只見線の列車からだとダムの全景が見えますが、バスはダムの積みの上を走っていきます。ここからダムの上を走っていくんですね。これはこっちの方が楽しいんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう。只見線、鉄道の方はトンネルが多いですが、国道はスノーシェットが面白いですね。外の景色も見えて、トンネルとはちょっと一味違います。雪国の中でも特に豪雪地帯となる内陸地域でないとなかなか見かけない道路設備です。本日代行バス会津川口駅からの乗客は私も含めて8名でした。見た感じ全員が旅行者で、おそらくは全員が18キッパーっぽかったですね。途中会津小須川駅から地元のおじいさんが1人乗ってきました。バスはマイクロバスですが、1列あたり1席2席の配置で7列ありましたので、やや大きめのマイクロバスみたいです。只見線は人里離れた会津の山の中を走っているイメージでしたが、国道沿いは意外と集落もね、多くありました。代行バスは時間通り只見駅に到着しました。鉄道はもちろんですが、バスも時間通り。さすがは日本の交通機関ですね。素晴らしい。ここからは再び只見線の列車に乗って上越線との接続駅小出駅まで参ります。はい、というわけで、代行バスで只見駅に到着しました。ここから先は再び JR の、列車が運転してるんですけど、この先は1日今3往復しかなくてね、車両の関係なんですかね、代行バスよりも実は本数が少ない区間となっておりまして、まあ、只見線、乗車で一番、ね、ネックになる区間でもあります。レンタサイクルなんかも、ね、用意されてるみたいなんで、まあ、夏に来てこの辺り自転車で回るのも良さそうですね。みんなで只見線に手を振ろう。一応これまたね、復活が決まってますけど、今度上下分離式といって、線路などは沿線自治体が保有して整備をする、あと車両は、JR が持って運行も JR がするっていうね、まあ、なかなかローカル線問題ってのは難しいですけど、ここなんかはやっぱり観光する人にとってはね、すごい、まあ、今日中国人の方なんかもね、いっぱい乗ってましたからね、うまく宣伝して海外からの利用も促進できるといいですけどね。只見駅にね、こんなポスターが、鉄腕ダッシュのダッシュ村は福島県の方にね、あったんで、まあ、TOKIO の4人がイメージキャラクターになってますけど、棟梁山口パイセンはもういません、ここには。先ほどもご案内しましたけど、
ここから小出までがね、1日3本しかなくて、バスよりも本数が少ない区間になってます。それでは方面へ参りましょう。時刻は9時半、只見駅から小出方面への始発列車です。ちなみに会津川口駅への代行バスの始発は1時10分があるので、川口高校の通学に使えます。只見町はまだ福島県なので、県内のつながりの方が重視されているっていうことですね。乗り込む列車はラッピング車両ですけど、中はこんな感じで特に何か仕掛けがあるわけではなさそうです。2両目、この列車は2両ともボックス席ですね。シートマーケットの色が1両目と2両目で違っています。2両編成ですけどね、こちらがあの縁結び、只見線縁結びっていう、スペシャルラッピング車両になってます。ここに来て少し青空も見えてきてね、この後晴れてくれるといいですけどね。はい、というわけでここから只見線ですね。あと、1時間ぐらい基地がね乗ってきます。ちょっと1日3往復しかなくて、なかなか予定組み込むにもね難しいところだとは思うんですけども、このキア40の車両が実はもうね来年変わっちゃうんですよね。ついこの間発表があったばっかりですけど、E130 という新しいディーゼルの車に変わってしまうので、この只見線のキハ40はもう見納めということで、皆さんどうなのか早めに、というかこの動画を出している方にはもう変わっちゃってるかもしれませんね。後ろ半分は、いわゆる新潟色と呼ばれるね、色合いになってます。車内、縁結びラッピングの座席は青色、国鉄っぽい色ですね。シートの硬さチェック、新潟色のモケットはこんな色です。グレーパープル、クッションの硬さは同じですね。それでは只見駅出発です。時刻は朝の9時半ですが、冬は太陽があんまり高く昇らないので車窓の撮影も難しいですね。先ほど2020年のダイヤ改正で只見線の車両がキハ E120 系に置き換わるというお話をしましたが、会津川口駅から只見駅の普通区間の復旧は2021年度中を目標としているみたいです。工事の進捗によってはもう少し時間がかかるかもしれません。新型車両も入ったことですし、少しでも早めに復旧できるというですね。この後少し懐かしいオルゴールの音色が流れますのでお楽しみください。只見駅を出ると間もなく田子倉ダムによってせき止められた田子倉湖があります。大きなダム湖のすぐ北側を走る只見線ですが、ここはほぼトンネルで新潟県境を越えてしまいます。ところでこの只見川、ちょっと興味深い河川でして、水源は福島群馬県境の尾瀬にあります。そこから福島新潟県境を北に流れ、この田子倉湖から東に向きを変え会津盆地を目指します。只見川は会津盆地で阿賀川に合流しますが、実はこの阿賀川は新潟県に向かって流れ、新潟県に入ると阿賀野川と名前を変え日本海に注ぐ川なのです。つまりこれからこの列車は福島新潟県境を越えるトンネルに入りますが、大きな河川の流れで見ると磐越の分水嶺はここではなく中通りと会津の間、分かりやすく言うと磐越西線の郡山会津若松駅間ということになります。まもなく列車は福島新潟県境長さおよそ6キロの60里越えトンネルに入ります。なお只見駅から次の大白川駅まではおよそ21キロも離れています。本日の呑み鉄、コカ・コーラのこだわりレモンドーです。実はこれコカ・コーラ社が初めて手掛けたアルコール飲料なんだそうです。並走する国道252号、鮮やかな赤色のスノーシェッドが見えます。この赤色スノーシェードはわずかな区間にしかなくて、普通でしたら撮影タイミングが難しいんですけど、今回はとある秘密兵器のおかげで、撮影することができました。先ほど只見駅でね、こんな只見線の車窓ガイドブックなんていうのをね、いただきました。
ここに、見にくいかな、テイクフリーって書いてあるんですけど、まあ、無料で、配布している冊子らしいんですけどね、中を見ていくと、こんな感じで、これ、会津若松から、ずっと小出までですよね、この車窓のポイントっていうのが全部書いてあって、例えばこの車窓は、ここにね書いてありますけど、会津日野原駅からだと2分、会津西方駅の方からだと1分40秒後とかね、細かくどっち側に見えるとかっていうのが全部書いてあるね。非常に車窓を楽しみにしている方にはいい冊子じゃないかなと思うんですけどね。これ無料でね、只見線利用促進実行委員会が作ってるんですけど、すごいクオリティがあって、ほんと500円ぐらいとかね取っても全然売れそうな感じですけどね。私が代行バスの運転席さんのすぐ後ろで、運転手さんのすぐ後ろの席でね、写真パチパチビデオを撮ってたんで、代行バスのドライバーさんがね、わざわざ持ってきてくれて、よかったらこれ持ってってくださいっていう感じでね、わざわざ持ってきてくださったんですね。代行バスの乗客は9人でしたけど、只見駅からは他にも何人かの乗客がいました。地元の方も数名、あとは旅行者と思われる方々。この人たちは小出駅7時58分の只見駅に乗ってきて、そのまま同じ列車でね折り返しというパターンだと思われます。代行バスの途中から乗ってきた地元のおじいさんですけど、この方は終点小出の一つ手前、藪上駅で降りていきました。ご乗車くださいましてありがとうございました。まもなく終点の小出です。4番線に到着です。お出口は左側です。この乗り換えのご案内をいたします。上越線三日町越後湯沢方面普通列車の田上行きは3番線より11時上越線越後川口小千谷方面普通列車の長岡行きは1番線より11時12分です。お忘れ物のないよう気をつけてお降りください。本日も JR 東日本只見線をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点の小出です。4番線の到着です。お出口は左側です。渡っているのは魚の川です。谷川岳に水源を持ち、飯山線との分岐駅越後川口駅の近くで信濃川に合流しています。左手の奥の方に見えてきたのが、これから乗車する上越線です。ところで上越線は只見線や飯山線、それから群馬県側では両門線や吾妻線が分岐するのに、なんで上越本線と呼ばないのでしょう。今でこそ上越国境の普通列車は1日5往復しかありませんが、かつては新潟方面への最短ルートとして特急列車も走り、本線の貫禄は十分だと思うんですけどね。はい、というわけで、小出に到着しました。ここからは上越線の、上り方面ですね、越後湯沢、水上方面に乗り換えになります。ではこの動画はここで終了です。ご視聴ありがとうございました。